関東から西では猛暑日に迫る暑さになっています。兵庫県豊岡などで34度以上まで気温が急上昇しています。東京都心でも11時前から30度に到達し、今年最も早いペースで真夏日となりました。このあと兵庫県豊岡では36度、東京の練馬や名古屋、京都などで35度と猛暑日となる予想です。熱中症に十分な注意が必要です。